作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは1990年に東京書籍がファミリーコンピューター向けに発売したブロディアランドです。まあね、これ実際のところはブランド名でトンキンハウスってなってるんで、まあ、トンキンハウスなんだけど、個人的にはできるだけこういう説明を会社名で行いたいなと思ってるんで、ちょっとこれパッケージにも東京書籍では一言も書いてないんだけど、多分ねトンキンハウス自体がブランドだと思うのね。なんで一応東京書籍ってことで説明させていただきます。で、まあ、トンキンハウスのロゴがあって、ブロディアランドのロゴがあって、そのブロディアランドの上にはパズルクエストっていう、ね、表記があって、で、こうなんか迷路っぽいねマップがあって、まあ、ただ後ろの方がねこう城があって空がある割にはこっち側はねこう惑星土星っぽいものがあって宇宙空間になって、このここのねコントラストがすごいんだけど、まあ、とにかくここは多分星なんでしょうね、どっかのね。でこの多分主人公っぽいのと彼女っぽいのこの恐竜っぽいのがいて、あと敵なのかなんか可愛げなやつがいっぱいいてというような、なんかそういう絵柄、なんかドラゴンみたいなのがいますね。これ何なんでしょうね。すごいこう絵柄的にはなんか可愛げなんだけど、すごい気になるけどもゲーム内容がよくわかんないって感じですか。で、まあ、裏面に行くわけですよ。で裏面見ると、まあ、ブロディアランドってあって、可愛さ余って憎さ100倍っていうね、まあ、要するに可愛さ余って憎さ、憎さがこの後憎さが来るような、まあ、ゲーム内容なんでしょうね。で、まあ、説明文があって、画面写真が5点ほどあるんだけど、3点は並んでて2個はこう重なるように置いてあって、まあ、何はともあれなんか迷路っぽいゲームだなっていうのが分かるんで、まあ、ここら辺の迷路が、まあ、ここにちゃんとあるんだっていうのが分かります。で読んでいくと、パズル界のチャンピオンブロディアファミコンで登場ということで、まあ、ブロディアって何なのっていうことなんだけど、一応ねこのソフトが出てる時点で PC エンジンとゲームボーイでブロディアってソフト出てるんで、まあ、そっちをチェックしてもらえばいいんですけど、で、まあ、説明読んでいきます。レレレレレ、あのブロディアと RPG がドッキングしちゃったぞ。かわゆい怪獣国の王子様とお姫様が守護神のホーリーボールを求めて不思議の国を大冒険、君の頭脳で王国の危機を救えってことで、まあ少なくともパッケージを作った人からすると、まあこれはかわいいね、かわいいキャラクターたちなんだ、かわいい王子とかわいいお姫様っていうね、違うか、かわゆい怪獣国か。これかわゆい怪獣国っていうのは怪獣国がかわいいのか、かわゆい怪獣国という国名なのかちょっと僕には分かんないですね。まあとにかくいろいろ謎のあるゲームということです。以上作官でした。